アメリカグマは、食肉目ク,ク,クマかクマ属に分類されるクマ。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ。模式標本の産地は、アメリカ北東部。種小名アメリコネスは、アメリカののイ。体長オス140から200センチメートル。メス120から160センチメートル。オナが8から14センチメートル。体高80から95センチメートル。 体重オス四47から4 0 9キログラムメス39から2 3 6キログラム体毛は短い。毛衣は主に黒だが、褐色の個体もいるなど、地域や個体変異が大きい。胸部に白色斑が入る個体もいる。同じ親から生まれた幼獣でも、体毛の色が異なることもある。小球種の内左右3本ずつは、痕跡的。爪は短く。 6cm を超えない。乳頭の数は6個。出産直後の幼獣は体重200から4 5 0グラム春季に冬眠から開けた際には体重2から 5kg に達する。2005年現在は16亜種に分ける説がある。主に森林に生息する。ヒグマを避けるため木のある環境に生息し、逆にヒグマが減少したり絶滅した地域には分布を拡大する。 オス同士の縄張りは重複しないが、メスの縄張りは他個体と重複することもある。ゴミステーなどの食物が豊富な環境では縄張りを形成しないこともある。白明性傾向が強いが、道路沿いやキャンプ場などでゴミなどの食物が豊富な環境であれば周費行性傾向や夜行性傾向が強くなることもある。10翌5月にかけて冬眠を行う。植生は、 植物食傾向の強い雑食で、果実、種子、草、昆虫、魚類、動物の死骸などを食べる。機械があれば脊椎動物を食べるものの、積極的に捕食することは少ない。アメリカ合衆国中南部やメキシコでは、サボテンやユッカも食べる。周期には、果実や種子を食べ、脂肪を蓄える。アメリカ合衆国東部では古くは、 アメリカグリをこの用途で食べていったとされるが、1900年代以降は、減少に伴いコナラ族や、アメリカブナなどに切り替えた。繁殖様式は体制。主に5から7月に交尾を行う。妊娠期間は2ヶ月だが、着床遅延する。1から2月に1回に1から5匹の幼獣を産む。出産間隔は隔年だが、地域変異がある。授乳期間は6から8ヶ月。オスは、 生後3から4年で、メスは生後2から9年で生成熟する。寿命は30年に達するが、銃や罠による狩猟、交通事故などの人間の影響から平均で生後10年程度で死亡することが多いとされる。食用とされることもあり、ハンティングトロフィーとされることもある。一方で、毛皮は小取引が規制されていることから、需要は少ないと考えられている。 キカワハギを伴う材木、トウモロコシなどの農作物、蜂蜜を食害する害獣とみなされることもある。山小屋やキャンプ場で食物を漁ることもあり、遭遇した人間を殺すこともある。アシュ、UA フローラダニス、アシュ、UA ーールシャラスは絶滅の危険性が高いとされる。日本では熊カ単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。